こんにちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。以前36番目の動画で紹介したひしがかり編み、今回はこのかごの作り方を紹介いたします。それでは早速作っていきましょう。両面テープを縦に約10センチ貼ります。横紐 A と横紐 B を短い紐、長い紐の順番に両面テープの上に中心をそれぞれ貼っていきます。敷き詰めるように貼っていきます。すべて11本貼れたら、今度は両端に始末紐を貼っていきます。始末紐は10センチ ×2 本、8本幅です。両側始末紐が貼れたら、今度は裏返します。裏返したら縦紐を貼っていきます。最初に始末紐の真裏の場所にボンドを塗って、縦紐32センチを1本ずつ左右に縦に貼っていきます。横紐と縦紐が90度に交わるようにします。再度裏返し、始末紐が見える状態にします。残りの縦紐を互い違いに編んでいきます。2本いっぺんに編むと効率がいいです。1本2本差し込んだら両端に分けて、また2本重ねて差し込んだら両脇に分けてを繰り返していきます。だんだん編んでいくうちに紐の数が多くなっているので編みづらくなっています。そういう時は左右に紐を詰めて、できるだけ中心に隙間ができるようにします。霧吹きをするのも紐が戻りにくいのでおすすめです。最後、縦紐の11本目を差し込んで縦紐は編み終わります。縦紐を先端を揃えていきます。先端が揃えられたら、今度は縦紐の間隔も揃えていきます。補強紐19センチ ×2 本、8本幅を上と下に貼っていきます。続いて紐をすべて立ち上げていきます。続いて編み紐で3段平編みを編んでいきます。今回は左から2番目の縦紐の裏に編み紐の先端が来るようにして編んでいきます。どこから編み始めてもいいのですが、横のこの底の紐と編み紐が同じ模様にならないように気をつけて始めます。このようにしてしまうと、底の紐とこの編み紐の紐が同じ模様になってしまって、かごをこう引き締めるときにずるっとこう落ちてしまう可能性が出てきてしまうので、必ずこの1本隣の噛み合わせがきちんとできている状態ですね、この状態から紐を組んで編んでいきたいと思います。角まで編んだら、角はきちんと折り目をつけて編んでいきます。隙間ができないように洗濯バサミで固定しながら編んでいきます。最後、紐が重なった部分をボンドで留めていきます。重なった部分の長さを測ります。 4.5 センチあります。使用する幅によって、紐の幅によって長さは変わります。2段目3段目の編み紐は輪にして編みます。今回私の場合は 4.5 センチだったので、 4.5 センチを測って、底の部分にボンドを塗って輪にして編み始めます。こうすることで編み紐の大きさが同じになるので、
側面がきれいな編み目になります。3段目まで平編みで編んでいきます。次にひしかがり編みを編んでいきます。詳しい編み方は36番目の動画に載っていますので、概要欄にリンクを載せておきます。そちらも参照にご覧ください。編み紐は64センチが5本と、ひしがかり紐が130センチが4本、2本幅で必要です。わかりやすく色を変えています。ひしがかり編みを2段編んでいきます。ひしがかり編みを2段編んだら、追いかけ編みで内側から細い2本幅でこちらからスタートして、2、4、6、8、10、12段編んで、裏側で先端を縦紐に1本ずつ、編み紐の上に乗ってますね、留めます。これで12段編んだ上に、この余った縦紐、この余っている部分の縦紐を約1センチぐらいずつにカットしていきます。あとで外側縁紐を張るのですが、2本幅の補強紐を張るので、上は2ミリぐらい隙間を空けるように約1センチぐらいに張っておきます。次に持ち手紐を張ります。縦紐の横側の縦紐、真ん中の縦紐の内側に1センチほど、1.5センチほど差し込んでボンドを塗ります。反対側も同様にボンドを塗って固定します。出っ張りがあるんですけれども、この縦紐に付き合わせになるように、ここに貼っていきます。ボンドを塗って、持ち手紐は30に重なるように貼っていきます。最後に外側に持ち手紐を、3本目の持ち手紐ですね、これを外側に貼っていきます。 1.5 センチぐらい編み紐に差し込んで貼っていきます。次に外側縁紐を貼っていきます。縦紐が長い場合があります。あとで補強紐2本幅分をここに貼らなきゃいけないので、長い縦紐はカットします。縦紐の先端にボンドを塗って縁紐を1周貼っていきます。洗濯バサミをこまめに使って貼っていきます。最後の先端は2センチほど重ねます。次に縁紐の内側に縁補強紐を貼ります。縁補強紐は29センチ ×4 本、2本幅で用意します。持ち手紐の左側と右側にそれぞれ縁補強紐を貼っていきます。縁の上の際の部分と同じ高さになるように貼っていきます。2本幅になっていますが、細くて難しい方は3本幅でもいいかなと思いました。その場合は
縦紐も1センチよりももうちょっと短く8ミリほどに切って3本幅が、貼れるように少し、短めに切って3本幅の縁補強紐を貼ってもいいかと思います。半分ができたら今度はもう半分、反対側の縁も同様にします。1周2本幅の紐、補強紐を貼ることができたら同じ場所にもう一度もう1周この縁補強紐を貼っていきます。ちょうど今貼った2本幅の紐の真上に貼っていくことになります。こうすることで縁が四重の縁になりとても丈夫になります。これで縁が三重になりました。だいぶしっかりしてきました。最後に内側に縁紐を貼っていきます。外側の縁紐がこちらで始まっているので反対側から始めます。ひしがかり編みのかごが完成しました。ひしがかりの編み方は少し難しいと感じるかもしれませんが、1個2個3個とこう作っていくうちに編み方が分かってくるので編んでいくと結構楽しいかなと思います。ここに2本幅の紐を入れたのはこの8本幅で作っている余りをここの2本幅で消化しています。なのであまり無駄が出ないようなレシピにしてみましたので皆さんもぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。